ポール・オサレス・ポール・オサレスは、フランスタルヌ・ケンサン・ポール・キャップ・ド・イコール・ジュマレの、フランス陸軍軍人で、対反乱作戦の専門家。2000年に、フランスの新聞ル・モンド氏によるインタビューで、フランスを守るために拷問を行ったことを告白し、物議を醸した。1941年、タレアグマにて、士官候補生として1年間勤務。翌年1942年に、 彼は占領下にあるフランスへの潜入工作任務に志願する。1944年8月にはジェドバラ作戦に参加。これはドイツ軍広報地域地域に潜入し抵抗組織を支援するクライスラー隊による空挺作戦である。オサレスは占領地域に降下し、現地指揮官との調整と、 情報活動に当たった。1946年9月1日にオサレスは第11電撃ーさん大隊を編成し、1946年から1948年まで大隊長として部隊の戦闘に立ち式を取った。その後は第1植民地ラッーさん連隊に転属、そのままインドシナ撤退まで勤務した。1955年。 コンスタンチーヌ県フィリップビルに駐屯する第41巡旅団の情報将校として赴任した。同年8月20日、FLN によるピエノワールに対する一斉襲撃事件が発生した。オサレスはこの襲撃について事前兆候を察知していたとされる。この襲撃事件においてオサレス指揮下の部隊は半島を徹底的に鎮圧し、この際に民間人も犠牲になった。 1956年5月、スエズ危機が発生。これに対処するため秘密裏に、イギリスソールズベリーの演習場において、イギリス陸軍と1ヶ月間に及ぶ合同訓練を実施した。6月1日に落下参効下の訓練中、着地に失敗し、背骨の骨折により、アルジェリアに帰還することとなる。フィリップビル虐殺事件での功績に着目したジャック。 マッシュ将軍は、アルジェにおける、半鎮圧のためオサレスを呼び寄せた。1957年1月8日、アルジェに出頭したオサレスは直ちに組織壊滅のために、作戦に着手、1月28日には、一斉摘発に乗り出した。この敵発活動は、過熱を極め少しでも疑わしい、容疑者を、次々と逮捕、交流し、略奪を恐れて閉店していた商店の扉を、 強制的に破壊した。この過程において、3月2日には逮捕した、FLN の幹部ラルビ・ベンムヒリが官房内で、首吊り自殺を、3月3日には弁護士、アリ・ブーメンジェルが収監していたビルの6階から、投身自殺をしたと発表した。オサレスは2000年に、これらが暗殺であったことを認めた。その後バリケードの一週間や将軍たちの、反乱といった、騒乱事件には距離を置き、 秘密軍事組織には参加しなかった。1961年、オサレスは10人の退役軍人を伴い、ワシントン DC の在米フランス大使館を訪問した。その後、ノースカロライナ州法とブラックに駐屯する第10特殊作戦軍の教官となる。そこでは、アルジェの戦いにて使用された拷問のテクニックについての教育が行われた。すでに、アメリカ陸軍では、 南ベトナムの不穏な動きに対処するためエルジェ・トランキエ、退役大佐の著書、破壊的な戦争サブバーシブオーフェアの研究を開始しており、トランキエの移行を受けたオサレスが教授するという、定裁をとっていた。ベトナム戦争におけるフェニックス計画はオサレスの講義を受けた学生により発案された。1973年、軍事独裁政権下にあるブラジルに赴任し、 軍部との親密な関係を維持した。マヌエル・コントレラス・チリ国家情報局局長の発言によれば、チリ国家情報局の幹部はオサレスの下で訓練を受けた。その中においても、南米の軍事政権下における大反乱作戦を実行する際には拷問の使用を示唆したとされる。2001年に出版した。 特殊任務アルジェリア1955-1957サービススペースよアルゲル1955から1957の中でアルジェリア戦争で拷問を行ったことを告白している。さらにアルカイダを筆頭とするテロリズムとの戦いにおいて拷問を用いてでも情報を引き出しテロ事件の未然防止に寄与すべきだと主張し問題となった。 ジャック・シラク大統領は処罰するように軍に要請し、軍籍と勲章が剥奪された。しかし、刑事責任については追及されていない。オサレスの没後となる2014年、フランス人ジャーナリストがアルジェリア戦争中、アルジェリア側の独立運動からをフランス軍が殺害していたことを示す書籍を出版。その中でオサレスは命令があり、 数十人を拷問して死亡させたことを認めている。ありがとうございます。